の前に見えてきたのが博多駅、割と大きい。ほら見てごらん、ペーペードームが見えてきました。いやー長かったなこの旅。もうすぐゴールです。うちのスタッフがカメラを持って待っているはずなんだけれども、いたかな、あ、いないですね。どうもこんにちは、フォエチ TV 元チャンネル、今日は広島走ってます。広島に一軒だけ行きたいところがあって、広島市じゃなくて廿日市市、なんだけれども、ショップが一つだけあってお邪魔しますっていう連絡はしてるんですが、どうしても撮りたいっていうことよりは、ちょっとね真剣にパーツの発注をしようかなと思って、います。これも国道なんだ、高速みたいだな。あの西日本に来てからすごく気づくことがあるんですけど、国道のバイパス化がものすごく充実していて、高速道路なんじゃねえかなと思うようなところをずっと走ったりするんですけど、国道なんだねこれね、すごいね。何の発注をしたいかっていうと、ずっと、悩んでいるそのフェンダーの加工の方法、フェンダーの加工をね、どうしても僕が気に入る長さの、フェンダーレスキットがないんですよ。でどうしようかなと思ったんだけれども、もう特注するしかないなと思って、特注してくれるショップを、特注を受けてくれるショップをずっと探していたんです。でお電話でお話ししたところ、そのショップにね、そしたら、あ、なるほど、じゃあちょっと一回お話をみたいな感じだったので、甘えて話をしに行く、だけです。テールからちょっとはみ出した場所にナンバーがしっかりついているっていうのが僕の理想なんですよね。でそうすると、この新型カタナーの本来の全長と大して変わらない位置にナンバーが来ることになるので、構造変更の申請もいらないと。お、ハコスカだ、かっこいいな。あそこが宮島口の駅だね。こっからフェリーに乗って宮島に行くんだよね。バイクで宮島行ってみたいな。ここかな、あ、ここだな。すいません遅くなりまして、すいませんお世話になります。フェンダーレスキット特注と、バックステップを注文してまいりました。フェンダーレスキットはね、僕の特注するやつは、おそらく恐ろしくかっこいい。僕の新型刀っていうのはあのテールをね伸ばしてあるんですよ、 GT テールカウルで。でその伸ばしたテールカウルに一番、いい場所にナンバーが来るように、でなおかつ、構造変更しなくて済むような、全くその全長をいじっていない位置にナンバーをつけようと思っています。相当かっこいいと思うんだよね。国
ここは宇部新川駅、新エヴァンゲリオン劇場版の最後のシーンに出てきた駅ですね。これから国道2号線に戻っていよいよ福岡県の方に入ります。関門海峡を渡って、下道で福岡タワーを目指したいなと。お、いよいよなんか北九州の文字が、もうすぐ九州に上陸します。ん？関門トンネル？関門トンネルっていうことはトンネル？ん？ここが関門海峡だ的な、いい絵は撮れないってやつなんだ。やっぱりさ、そのね、本州と九州をつなぐ大事なとこ通るのにさ、なんかトンネルとかってありなの？ちょっと、あ、そうか、あれか、いい景色が見たかったらお金払ってくださいよ的なやつだ。あれ、通行止めになってるよ。落下物通行止め、どういうことだ？まさかの通行止め。これ何、どうしたらいいんだろう。ちょっと待ってみようかね。どのぐらい待つもんなんだろうか。これは全然わかんないな。開いたらゆっくり渡りたいと思いますが、この分ではまたゴールするのが夜になってしまうような気がする。通行止めが解除になりました。通行止めが解除されてやっと関門トンネル、うん、関門トンネルにこれから入って、ここを抜けたら九州ってことですね。お、外に出るっていうことはそこはもう、九州っていうことですよね。ここ九州かな。あ、文字だ。九州にやってきました。やってきましたっつってなんかあっさり来ちゃったけど、小倉北の方に行って、国道2号が終わって、そこの交差点からが国道3号なのかな。今国道3号線が始まりました。お、ここが2号と3号の分かれ目だったんですね。なんかずいぶんあっさりだな。何もなかったぞ福岡には住んでるけれども、ここ来たの俺初めてなので新鮮ですね。九州に渡ってきた感動も少なく福岡県にたどり着いたので妙な安心感があって、なんかこの旅をしているというよりは家に帰る的なイメージの方が。小倉の街中に入ってきましたね。これをねずっとまっすぐ進んで福岡市の方に行きたいと思ってますけども、さあ、小倉を抜けたのでここからは、一路福岡市を目指してどんどん進んでいきたいなと思います。あー、とうとうすげえな、おい、この建物、これはまるで便器みたいですねって言ったら怒られんのかな今福岡市に入りましたね。やっと福岡市に戻ってきました。もうここら辺まで来るとね、福岡に住んでもう5年ぐらいになるので全然もう安心感。振り返れば西日本に入ってからほとんど下道走ったことないところばっかりだったので
本当に怯えながら走ってましたね。もう走ったこともないところなので怖かったな。国道3号線をずっと走ってきたんですけれども、ここからは福岡の町の中に入っていくので、ちょっと3号線からそれて、町の中に入っていきましょう。3号線を離れて、これから町の中に入っていきます。もうせっかく来たから ね、あそこに見えるのは福岡サンパです。あそこにあるのは国際センターかな、福岡国際センター。すごいでしょあのバス。ここをまっすぐ行くと博多駅、すごいまっすぐのなぜだかヤシの木、目の前に、目の前に見えてきたのが博多駅。割と大きい、ほら見てごらん、割と大きいんですよね博多駅って。ご立派なんですけれども、ここは渡辺通りっていう通りなんですけれども、渡辺与八郎さんっていう、まあここら辺の町の開発に大いに貢献した方がいらっしゃって、その人がお亡くなりになった後に渡辺通りっていう、通りの名前になったんですね。ここが、天神ですね、西鉄福岡天神駅前、三越があったり、パルコがあったり、あとは目指すは福岡タワーですね。うわなんだこいつ、水発射しやがったぞ俺。福岡城市かな、福岡城跡。お、茨城ダッシュだ。あれ茨城ダッシュって言うんだよ。ペーペードームが見えてきました。長かったなこの旅、ここまで来るの。もうすぐゴールです。うちのスタッフがカメラを持って待っているはずなんだけれども、いたかな、あ、いないですねうちのスタッフは一体どこに、あそこにいるぞあそこで、カメラを組み立てているのがうちのスタッフなんですが、僕がゴールしたっていうのに一生懸命カメラを組み立てているの見えるかな、あそこです すごい集中力でカメラを組み立ててるんだけどもう一回ゴールシーンを撮影し直しますさあもうすぐでゴールですね、これが福岡タワー、福岡タワー見えるかな、あーそして今度こそスタッフがいた、あゴールしました。お疲れ様です。はい、僕がゴールした時にカメラのセッティングをしてた絵はそのまま使おうかなって今のところ思ってますけど普通ねゴールシーンはお疲れ様ですっつってあーってなるんだけど、誰も待ってないぞっつって、だから走ってきた時に見てくださいここが福岡タワーっていうのも忘れ誰もおらんぞとちょっと探したらなんかちょっと遠くのところでカメラのセッティングをしていたのか、はい、何かを撮っていたのかわからないんだけれどもやっと一応道のりはね、まあ、寄り道もしたからもっと多いんだけど、あの東京の、ね、日本橋から国道1号を走り、大阪での梅田で2号に乗り換えて、北九の門司で3号線に乗り換えて、下道をだらだらと走ってまいりまして、もう1135キロの予定だったところをやっとゴールしまして、どうもありがとうございます。なんだろうね、僕ね日本を旅するのって夢だったんですよ。自然とか嫌いなくせに、はい、いろんなとこ行きたい夢だけはあって、でバイクが好きだからバイクに乗って日本をいずれ旅したいなっていうのは隠居した後の話かなと思ってたんだけど、まあね、仕事そっちのけでみんなに任せて旅に出たら会社が大変なことになるっていうでもやっぱりね、はい、
そのやり続けるっていうことってすごく大事だし、その YouTube ってすごく難しいんです。やってみたら企業とかだったらさ、 YouTube やるべきですよなんつってさ、あのインチキコンサルタントいるじゃん、言っちゃあんま言っちゃいけないんだけどね、ポンコツコンサルタントいるじゃん、やるべきですよって。それやるのはいいよ、だけど結果出すのってマジで大変。あのずっとメディアやってきた僕が実際やってみて体験してマジで大変だなと思ったので、今後一切あの、もしね、はい、会社の広報ご担当されてる方で、はい、コンサルタントが YouTube やるべきですよ、 いいコンテンツ作ったらすごいみんな見ますからっていうこと口走ったら、そいつはクビにした方がいいよそんな簡単なもんじゃねえからちょっとね、僕ね走ってくる最中にも思ったんですけど、国道3号線ってやっぱり福岡で終わりじゃなくて、ね、鹿児島までつながっているので、はい、それちょっとじゃあ終点まで3号線は行こうかなと。なのであと2日3日走って、はい、ちんたらちんたら3号線をあの鹿児島まで走ろうかなと思って、はい、思っております、はい、僕ね走ってる最中にいくつか企画が浮かんでて、はい、ちょっと発表したいと思うんだけど、本当このヘルメットどかすと、この、はい、俺が唯一気に入らないのはこのタンクなんだよ、タンク、はい、こいつすぐにガス欠寸前まで成り上がるんだよ、はい、12リットルしか入んないから、はい、これをね、刀のオーナーが、まあ、日本に3000人ぐらいいると思うんだけど、はい、そのうちの100人みんなで集まって、はい、みんなで、このスズキの新型刀のタンク作らないって、容量もっと増やした、でみんなで集まって作ると安く済むから、はい、これ俺一人で作っちゃうとさ何十万もかかるんだよ。だから100人集まるなら、まあ俺が人気なかったら集まんねえよ地道に100人集めて、はい、みんな同じ悩み抱えてるから、はい、こいつ、はい、これでね、峠の中入ってね、ガソリンがねちょっとしかなくなるとね、どんぐらい心細いか分かるみたいなことがあるわけ、しょっちゅうしょっちゅう、はいはい、だから このねプロジェクトちょっとやりたいなと思っていて、それもほら地道にやってたら面白いじゃんきっと、はい、あとあの静岡帰ってね TZR250 を、強奪して、レストアしてとかね、いろんな企画が今浮かんでるので、はい、バイクのことを中心にこの、4HTV 元チャンネルというのをやっていきたいなと思ってます、はい、うん、まあとか言いながらね、あの会社のみんなはね、あいついつまでやってんだよっつってっていう風になるんだけど、うるせえっつってで、正直言って旅をしている間に一台も新型刀に遭遇しなかったんですが、ここに新型刀がこんなに集まって、これめちゃくちゃ生きてますよね。いじって金かけてよかったらこれっていうのはどれですか？ホイールですね。ホイールが一番、ゲールスピード、フル駅の集合感が綺麗だな。これもまた結構いってますよね。このライトカバーは何ですか？新型刀のライトカバー、これを切ってます。フロントフォークってあれ何なんですか？もうただ色がってことですか？いや、金が好きなんですか？結構吉村だな、ブル吉村だな。これだけ吉村じゃないですね。はい。あ、この裏でしょ？ここ気にする人いないですよ。これね、葉っぱ型のね。中須賀選手の。チャンピオンマシーン、この BMW やたらかっこいいですね。楽しいな。ピット歩くの今からピットの中にちょっと侵入したいと思います。チーム加山のピット。いやー、10番の方が KSB というトップカテゴリーにとってます。青関係の10番が、はい、それが、まとまる結果を、全員を楽しんでください。